界中への挑戦。バイト。バイト。バイト。一二。バイト。あ、おはよう。おはよう。バイト。このところゴッテスの地上攻撃は影を潜めている。だから僕たちは体がなまってしまわないようにこうして毎朝10キロランニングをしているってわけだ。あい、大丈夫か。くそ、なんてことするんだ。やめろ、危ないじゃないか。君、なんとか言ったらどうだ。あ、浜本くん。浜本？じゃあ彼はあの有名な？そうよ、私の高校の同級生、今やサッカーの星と呼ばれる浜本浩一くんよね。浜本くん。へえ、あの浜本がね、密かに特訓ってわけか。けどだいぶ悩んでるんだろうな。何のこと？いや、あいは今朝の新聞まだ見てないの？ほらほら、これ見てごらんよ。浜本選手プロに転向か。ドイツのプロチームより勧誘？ドイツ行きを前に大スランプ。そうだったの、私全然知らなかったわ。道理で険しい顔をしていたわけだ。どうだ、おいでなすったダンス。東京 BH 地区に怪獣が現れた。久しぶりの怪獣出現だが、どんな罠があるやもしれん。十分気をつけてくれ。わかりました。全員出動。シューターオン。そうだ、ブラックガンマ。暴れて暴れて暴れ抜くんだ。LED 戦隊、今日こそアイゼンボーともども全滅させてやるわ。よし、縦に分かれて攻撃だ。了解。いたぞ、 D 戦隊、行けブラックガンマ。なんてこったい。ヤツの背中コチンコチンだよ。よし、地上魚雷発射。了解、地上魚雷スイッチオン。そう、かくなる上は魔球作戦開始だ。ブラックガンマー作戦ゴー。
がいい。お前たちの最後だ。新聞記者が待ち受けていたんじゃ戻るに戻れないだろうな。そうだ、今朝のグランドだわ。そうか、じゃ行ってみよう。ここにもいないわ。
弱ったな。早く彼を探し出さないと大変なことになってしまうぞ。ええ。はい、思い出すんだ。彼には親友はいなかったのか。親友？ダメだわ、思い当たらない。浜本君にとってサッカーのボールが唯一の友達だったのに。はい、しっかりしてくれ。このまま彼に会うことができなかったら俺たちはゴッテスのために死ぬことになるかもしれないんだぞ。でも、どうした。あそこにいるかもしれないわ。どこだ。海の見える公園よ。浜本君のお父さん外国航路に船長さんだったの。でもその船が去年怪獣に襲われてお父さんは亡くなってしまったのよ。きっといつも海に向かってお父さんと話をしていたんだわ。いたぞ。はい、早く頼んでくれ。浜本くん、浜本くん、お願いがあるの。僕に。あなたのキックをこの兄に受けさせてほしいの。僕のキックを。そうだ、君の日本一のシュートボールを受ける練習をさせてほしいんだ。頼む浜本君。せっかくですがお断りします。え、浜本君。今の僕は日本一なんかじゃありません。浜本君、聞いてくれ。この僕が君のシュートボールを受け止めることができるかどうか、それは今とても重要なことなんだ。どんなことなんですか。それは今言えないけれど、この東京の街や君のお父さんの船を襲ったあの怪獣たちから命を守ることにつながるんだ。浜本君、力を貸してくれ。浜本君、お願い。はい、やってみましょう。よかった。やっぱりダメです。僕にはできません。何を言うんだ。日本一と呼ばれたあのボールが今は蹴れないんです。全く素人のあなたに受け取られてしまっている。浜本君、何を迷ってるんだ。目を覚ませ。いいか、何も考えないで全力でシュートするんだ。立花さん。そしてこの僕が一度でいい君の全力シュートボールを受け止められたら東京は助かるんだ。浜本、日本一じゃない。そう。はい、愛です。全、愛、埋め立て地に怪獣出現。直ちに現場へ急行せよ。はい、全、埋め立て地に怪獣出現よ。何？直ちに現場へ。わかった。浜本君、ありがとう。君は日本一のキッカーだ。立花さん、あなたは僕のボールを一度も。いいんだ、その自信を忘れるな。だけどこのままじゃ東京は。立花さん。おい、こっちだ。分離攻撃開始。いいか、ゴテスには注意するんだぞ。いいな。よく来たな、 D 戦隊諸君。我々怪獣帝国の勝利の日だ。そう、何を抜かす。2号ゴッテスを狙うんだ。了解。おお、来たか、かわいいやつよ。ガンマーボールになれ。
し。エンジンをやられた。行くぞ。はい、クロスだ。はい、ゼン、クロス。このキックの威力を知れ。アイゼンボーでは。しかしこのままではアイゼンボーは負ける。君はドイツへ行ったら世界一のキッカーになれる。いやそんな自信を持つことだ。
ご覧、あの海でお父さんもそう言っておられる。ありがとうございます。じゃあ僕たちはこれで。立花さん、愛染坊は立花さんじゃないんですか。残念だが違う。そうですか。なんだかそんな気がして。でも愛染坊は日本一のゴールキーパーになれますよ。素質ありか。大したものですよ。本当かしら。そりゃそうさ。恐竜魔王ボッテスのテレパシーによって深山博士の意識の中に住み着いた超能力怪獣サイゴラにゴッテスからの D 戦隊破壊命令が下る。寝静まる D 戦隊の夜、その建物に不気味な光と足音が迫る。次回、恐竜大戦争アイゼンボーグ、大迫力謎の超能力怪獣、どうぞお楽しみに。